どうも、カズピロル、一番遠いチャンネです。マリハ <laughs> やった。もうダメかと思ったけど、何度ダメかと思ったけど、すごい、もうなんかもう、ねあのー、今日配信してたんですけど、配信でも言ってましたけど、もう CS ぐらいの戦いしてましたね。ありがとう、千葉ロッテ、4月3日、水曜日、え千、ー、葉ロッティ対ソフトバンク、4対2で、千葉ロッティマリーズ、勝ちました。嬉しい。 こんな嬉しいことないっすよね。もうなかなかね、昨日もね、3度打しか打てず、今日も序盤は良くなかった中で、ね、よく勝ちましたよ。まあまあ、まあ、何よりメルちゃん、メルセデス選手がナイスピッチングでしたね、素晴らしかったですね。いきなりね、先頭の今宮選手にホームラン打たれるんですけど、そこからの粘りというかね、粘って、でもそんなピンチらしいピンチもなかったですけど、素晴らしかったな。 そしてね、角中選手、小木ちゃん、このベテランの、もういい、ね、もういいね、もう、勝てばね、本来の若手がね、頑張るべきなんですけど。そしてね、あのー、外選手が、今週ロッテの初ホームラン、素晴らしかったです。ありがとう。でも中継ぎね、まあまあ、最後はマスダ投手が打たれましたけど、他の中継ぎムも素晴らしかったな。 嬉しい。負けなくてよかった。<laughs> 振り返ってきますか。ねまあ、初回ね、ちゃん、ツアーとかですけど、外選手が、あの、相手、東山選手にね、ライト前ヒット。そして、ポランカー選手センター前ヒットって、山口選手フォアボールで。ね。行ったんですけど、上田選手が3 9 3、今日、プロ初スタメン。で、初打席ですもんね。 あの今日 BS で見てて藤川球児さんが言ってたのちょっとねプロ初打席が満塁は酷だねっていうちょっと酷でしたね、まあ、打ったらね嬉しかったですけど、まあ、その後1回裏ねさっき言いましたように今宮選手が先頭出したホームラン悪い球じゃなかったんですけどねっていうのを証明するかのようにこの後2番周東選手柳田選手山川選手を、ね、抑えたんですよ。 ので、2回ロッテはツアーとからト選手ね、ショート内野で出るんですけど、まあ、ちょっとオーカピー、P、がちょっと心配ですね。どうしちゃったんだろうぐらいのタイミングがあってなさっていうか。で、センターフライ。で、えー、2回裏は、2回裏、3回裏なので、3人で抑えましたからね、メルセデス選手。まあ、ロッテも抑えられてますけど。ね。 4回裏に先頭の周東選手ヒットで打たれるんですよ。こんな上がり嫌だなってなって、柳田選手はでももう、あの、最後ね、あの、周ト選手を牽制でね、警戒しつつ、軽振三振でした。そして山川選手セカンドフライ。山川選手がね、ちょっと調子悪いのが助かっていますね。近藤選手の時に、エルセデス選手が牽制して、 で、上田選手がセカンドにいい球投げて、アウトにしたって。これもでかかったですね。そう。この流れでいけようと思ったら、ロッテ5回、え三、ー、者凡退に。<laughs> ちょっとね、えー、っていう中で、6回表ですよ。ワンアウトからの外選手の、まあ、東山選手ね、それまでね。まあ、いい当たりロッテも打ってたんですけど、なかなかヒット出ない中で。 外選手が真ん中の球をホームラン、ちょっとヒットこれは完全ヒットだったと思うんですけど、ホームランで、やっと1点取って同点だってなりましたね、これがうれしかったな、その後打ては打てず、その6回裏の、ね、メルセデス選手が9番、牧原選手、空振りシエそしてホームランと、2打席もいい当たりの三塁ランナー打って,てた、今宮選手、空振りシエ そして、シュートの選手も空振り三振で三,三者三振っていう。球数的にこの回で変わるのかなと思ったっていうのもありますけどね。そして7回。この流れのままちょっと得点取ってくれよと思ったら、上田久斗選手はね、まかりベースアタッカーズですよ。ベースに当てるね。ベース当た、当てたんですけども。ファーストゴロ。で、中村翔吾選手。 セカンドゴロ。翔子選手はちょっと心配なぁ。田村選手もセンターフライ。田村選手もね、ちょっとヒットがまだ出てないということで。7回裏。先頭柳田選手のセンター前ヒット。で、ここでね、西村選手に交代ということ。ね、本来6回で変わるのかなと思ったけど。ね、まあ調子良かったのもあるし。でも、ここでスパッと変えましたね。そして、 えー、山川選手の時に、ね、西村選手、最後は空振り三振取りました。素晴らしい。そして近藤選手。ね、ツー、ツーボールワンストライクから、まっすぐでセンターフライ。そして栗原選手。これ確かツースリーまで行ったのかなで、最後は空振り三振で、素晴らしかったですね。なんだろ、あの、球速とか、以上に。 ねあ気持ち入ってんな。そして、えー、8回表、えー、トマス選手がね、今日一方というあの、ピッチャー、藤井選手に代わって、粘って粘ってのフォアボール。そして、アイド選手がね、ずっとバント構え、バントのために代々出てきたんですけど、ここもフォアボール。そして、えー、藤岡選手は送りバント決めて、ワンアウト二、三塁で外選手。だ ったんですけども三球三振。で、ポランコ選手が、ね、粘ったというかね、2、3までいったんですけど、三振。笑ってやってんなと思ったんですけどね、この8回で出てきた沢村選手が、今日誕生日のね、沢村選手が、えー、ウォーカー選手、甲斐選手、マけら選手をね、3人で抑えましたねね本当は、ね、ここでね。 勝ち投手だって、は、誕生日って思ったんです、思ってたんですよね。そして、え、オスナ選手が出てきて、えー、先頭山口選手が初球をね、ライトマーヒット、素晴らしい人でしたよね、これね。で、チャタニ選手が出てきてね、パントファール、フライになって、アウトになっちゃうんですよ。中村翔吾選手、レフトフライ。うわーってなったんですけど、まあ、あの、代表で出てた和田選手が、 えー、8番田村選手の時に、取り成功。これもね、外してたんですけど、よくセーフになった。あ送球も良かったんですけどね。で、田村選手は粘って2-3からフォアボール。で、代打角中さん。打つんですよね。これすごかったなずっと2アウトまで、ね、なんか2アウトはチャンスあったんですけど、ね、なかなか打てない中で。 角中さんのこのライト前タイムリー。素晴らしい一撃で、ねワンボール、ノーストライクからねし痺れましたねねなおもね、相藤選手がヒット打って、ロッテ初ヒット、ロッテきて初ヒット打って、満塁なんですけどね、藤川選手サードゴロ。ねもう行ってほしかったなーってなんか、9回松田選手出てきて、 えー、ワンダーと飛んンで,ですけど、シュート選手、レフトバヒト。そして、柳田選手のフォアボールね。一、二塁。で、近藤選手。じゃなかった、山川選手か。山川選手の、ボテボテの当たりを、松田選手取って、ファースト投げたら、悪送球。多いって。多いってなりますよね、でもね。 焦んなくてもね、もっと余裕持ってね、なんか、なんかやっぱ焦りが出てたというか。で、結局万塁で。近藤選手はね、2-3まで行くんですけど、最後、ボール球振ってくれて、三振。よっしゃいけんじゃねえ勝てるんじゃないか、ロッテと思ったら、栗原選手にまさかの押し出し。んうん。ただ、その後、ウォーカー選手はね、 いい当たりだったんですけど、レフトフライに抑えて。ねその後、ま、10回。10回は、まあ、ロッテは点取れず。で、ピッチャーは、えー、鈴木翔太選手。翔太選手もね、ランナー出したんですけど、もう球の勢いはやっぱ素晴らしかったですね。最後は1、2塁になったけど、柳田選手をセンターフライに抑えて。良かったんじゃないですか。昨日も良かったですね。 そして、11回裏は、澤田選手出てきて、いきなり先頭のね、河瀬選手にヒット打ったんですけど、近藤選手をライトフライ、周東選手をレフトフライ、ウォーカー選手、ちょうどこれ素晴らしかったっすね。ね。だ、だ、打線のことはちょっと11回触れないですけど。12回。えー、愛斗選手は、今日2本目のヒット、レフト前、ワンアウトからね。 素晴らしかったですね。ピッチャー、又吉選手から。そして、藤岡選手、フォアボール。ワンナウト、一、二塁で、ね、今日ホームやって、ソト選手だったんですけど、ね、ここ三振。ソト選手がね、ちょっとね、いいのか悪いのか、打率はいいんですけどね。ワンナウト、一、二塁で、ワンナウトが、一、二塁が、ツアウト一、二塁になりまして、おぎちゃん。途中出場の。ここでね、打つんですよね。 今までやっぱ2アウトから打った選手がほぼいない中で。ね近藤選手も飛び込んでましたけど。いやー素晴らしいですね。信じられなかった、ちょっと。もう CS ですよ。CS ぐらいに。これ2点タイムリー2塁打。明日出て,て。ね、4対2になりまして、最後横山区が出てきて、 育成かカ上がった選手をね、ライトフライ。そして牧原選手をサードライナー。そして最後、中村晃選手。ライトフライということで素晴らしかった。横浜君良かったですね。今シーズン初セーブ。そして澤田選手が今シーズン初勝利。いやー、疲れた。疲れましたよ。もう、もう、見てください、この老けた顔。<laughs> ずっと、ずっとか <laughs>、ね。疲れた。疲れましたけど。まあでも、ね昨日、 もう良くなかっき今日前半も良くなかった中で、今日絶対、なんか勝たなきゃいけない流れだ、ずっと勝たなきゃいけない流れで、まあ、最悪引き分けでもしょうがないかって、9回思いましたけど、最後ね、勝ってよかったなっていうのは、ありましたね、よかった、こういうのやるから、シワロッテマリーンツ、ずるいよな <laughs> まあまだでも、明日ね、あのー、ソフトバンク戦あるんで。 ミマッチ、今シーズン8000発、頑張ってほしいです。であのダイクストラ選手もいるから、もう攻めて攻めて、でも体力を3回、4回ぐらいね、行ってもいいから、ね、そういう感じでいってほしいですね。というわけで、あのちょっと明日は僕は、ちょっと、あの今日き日うと配信やりまして、ちょっと明日はできないんですけど、金曜日できるかなっていうぐらいの感じなんですけど。 ありがとうございました。本当に、配信見ていただいた方、本当、長時間ありがとうございました。はい、<笑><笑>こんな、ね、ねずっと文句してしか言ってないようなチャンネルもありがとうございます。本当にそして、明日も頑張っていきましょう。ちょっと長くなっちゃいましたけど、ありがとうございました。メガバピロリ一番遠いチャンネルでした。ありがとう勝ったよ。